はい、どうもお疲れ様です。今回はね、ブラインドタッチってあるでしょ、あれができなければ稼ぐこと難しいのかなとかっていうのとか、あとスマホだとね、フリックニュールってあるでしょ、パパパパって打つやつ、かっこいいですよね。両方ともね、かっこいいだけなんですよ。で、そんなこと人に見せるわけでもないですしね、ブラインドタッチ、まあ今の時代そんなにね、タイピングをたくさんやるような作業ってないですからね。もしブラインドタッチをしないといけないぐらいキー入力の速度を求められる仕事をしてるとしたら、随分原始的なことをしているのかなと思います。もちろんそれがね、ダメだったわけじゃないですよ。例えば、未だにブロガーさんっているわけですよ。記事をたくさん書いて、それで収益を得てる人ね。まあそういう人にとってみたら、ブラインドタッチは自然にできるようになってくる、まあそんなスキルだと思いますけども、でもね、インスタグラマーとかね、YouTuber とか、タイピングほとんどしないですよ。だからそういう時代になったんだと思います。10年ぐらい前っていうのは、タイピングってすごく大事だったんですよ。まあそれは、やっぱりこう、回線速度が安定しなかったんで、動画とかね、多数の画像を扱うのに、インターネットの環境がまだできてなかったと。あとはインターネットの使い放題。こういう概念も、やっぱり半数ぐらいの人かな、あまりまだ使ってなかったんですよね。だから定額で、上限3ギガとかね、5ギガとかみたいな感じでやっていたと思うんですよ。でも今、ほとんどの方が、使い放題月額、ね、5000円とか7000円とかっていうプランでしょ。だそうなってくると、やっぱり動画とか、それから画像で判断するんですよね。受け取る方も。で、文字を一生懸命いっぱい読むみたいな人ってのは、本当に勉強熱心な方なんですよ。ただそういった方にアプローチするためには、たくさんの文字をギュッと押し込むみたいなね、ブラインドタッチっていうのが、まああるんだろうなと思いますけども、いずれにしても少数派ですね。今圧倒的に売り上げを作ってるのっていうのは、その動画ですから。だから動画っていうのは、キー入力しないでしょ。私もほとんどしないですよ。そう考えたら、ブラインドタッチは、かつては競争力があったんですけども、今は、ほとんど関係ないのかなと思います。ブラインドタッチができるよ、できないよっていうふうに、まあ、こだわる方ってのは、そのかっこよさを、まあ、追求する部分が大きいのかなと思いますけども、全然気にしなくて大丈夫です。タイピングの速度が2倍とか3倍とか差がついていても、全然それまま気にしなくてもいいです。そんなこと気にならないぐらい、インターネットの収益性っていうのは高いんでね。それこそ、生活費を十分稼ごうと思ったら、ブラインドタッチができなくても、ゆっくりキー入力すればもう、十分ですからね。はい。まあ、でも1日10時間とかやらないですから、随分と楽だと思います。はい。じゃあ以上です。お疲れ様です。